どうも、お酒は二十歳になってきませんです。こんばんは、2022年の12月21日です。寒いですね。ずっと雪です。こだわりレモンサワーレモンドホームラン、うま塩レモンです。飲んでおります。お久しぶり。安定のうまさ。普段はソットの日に大三国志というゲームをね、メインに配信させてもらってるんですけども、こちらがもう、わけわかんないと。新しいシーズン、いつオープンするのか。まあ、スケジュールがね、わからなくて、まあ、運営のね、アナウンスでは、今年中にはなんとかやりますよ、みたいなこと言ってますけど、怪しくなってきました。これ、ワンチャン大晦日オープンありますよ。私は多分、実家に帰って、一人暇してるんで大丈夫だと思いますけど。大丈夫か。ソットに大三国志初の月間売上1億割れありますよ、はい、というところで、なんかこのね動画を見て、ね、ソットに大三国志ってどんなゲームと思った方、ぜひプレイしてみてください。よろしくお願いします。ということで、暇すぎるので今日もやっていきましょう。信長の野望ハードゥーです。よろしくお願いします。前回の動画なんかすごい反響いただきましてね、まあコメントもそうですし、いろんなとこからお声をいただきましてありがとうございます。まあそれだけこのサンサバの問題っていうのが、まあ、肥大化してるのかなとは思ってるんですけども、まあ一つ言いたいのは、その同盟をなんか、悪いというは思ってないんですよ、別に。うん。もちろんね、なんか、規約違反とか、チート行為があるならば、それなんですけど、明確なとこはないような気もしますし、うん。それはもちろん、このゲームが、情報がね、出されてから、ずっと、まあ、準備をしてね、このゲームをまあ勝ちたいのか、まあ楽しみたいのか、盛り上げたいのか、いろんな意図はあったと思うんですけども、うん、その点に関しては僕は特にないんです。うん、ただそういう大規模なね、一門グループが入ってきた中で、その他のねプレイされてる方々がまあつまんないと思うのはそれも理解できるし、今全チャン毎日まあ大荒れですけども。まあその気持ちは十分わかります。新しいゲームですでになんか体制が決まってるってやっぱり思んないですからね。うん。これからよし、新しいゲームやるぞって言った時に、うえーみたいな。泣いちゃった。っていうのは僕も十分わかります。これ十分わかります。なので、まあそういった意見はね、ぜひ多分運営に行った方がいいと思います。で、この、ハードゥーの運営も、いろいろね、日々、まあ、不具合めっちゃ多いですけど、まあ、その修正報告とかも出てるし、そのプレイヤーのね、意見っていうのもしっかり取り込んでですね、早めにアップデート入って、仕様変更っていうのも来てますので、で、まあ、まあ、楽しんでまいりましょう。ね、私言うて、まあ、160円でね、プレイさせてもらってるので申し訳ない部分もある。それおいお前って160円かとなめんなよと、まあ、言われてもしょうがないんですけど、まあ、人それぞれですかね、ゲームスタイルも。よろしくお願いします。ということで、ひとまず、見ときましょうか。お知らせで来てるのが、修正来てますね。まず、領土と情勢報告で得られる両国銀の情報修正というところで、両国銀いっぱい欲しいですよね。兵価上げたいですよね。ようやく私、明日ぐらいにはね、足軽の兵価が15になりそうですけど、確か欲しい、これ。兵価レベル上げたいですからね。はい。
ちょっとまあ判定に関してはまあ確かにそうなんだけれども、調達回数回復できる道具、まあ調達したいですよね、いっぱいみんなしたいなというところです。ででかいのが領土の休戦終了後1時間は領土の破棄を行うように変更すると。制圧と破棄を繰り返すことで領土の進行負荷状態を継続できてしまう行為を抑制するための変更ですということで、はい、僕もよくやってます、よくやってました。このゲーム取った領土をすぐ破棄して、30分後にすぐパッパッパッと取り直してね、はい、バリア張る、急戦バリアバーン、これはさせないよということです。これはでもみんな恩恵受けてたし、うん、まあできなくなるよということですね。で、私が言ってたのが修正されましたね。新ランクの領土戦後の休戦時間6時間から3時間に調整ということで、はい。これは修正きましたね。はい。6時間長え。まあ、3時間ならまあまあ、ワンチャンいいかな。うん。減らしてきましたね。維新バタ、うん、回収時間を短縮できる道具回収短縮令追加ということね。まあこの旗の数に関してはまだ少ないよっていう人もいるし、いや多いよっていう人もいるけど、まあ今は妥当かなと思うけどね、うん、これぐらいでいいんじゃないかと僕は思ってます、個人的に。返上令ね、はい、リセットね。まあそんなことなんで、いろいろ、あとね、修正が来てますというところです。よろしくお願いします。そして、ね、私の状況を見てください。維新旗、維新機ですか ?12 分の12。はい、蹂躙されました。ボコボコにやりまして、今、フルマックス、旗フルマックスです。マックス触れます。というのも、うん、その、巨大な一門にね、やっぱやられてる。そんな中ですね、今日からイベントですね、城塞争奪戦というところでございます。まあルールなんですけど、まあ結構短いんですよね。24日までクリスマスイブね、イブの夜までですね。はい、1問でイベントポイントを獲得して、他1問とイベントポイントを競い合うイベントです。ということでイベントポイントは城と砦の所有、他大名の領土を制圧することで獲得できますというところですね。はい、でね、このポイントまあ加算してそれは報酬もらえるんだけど、まあ一つは領土制圧ね、領土制圧がポイント獲得。それとさらに、城と砦を所有することで、所有時間1分ごとに所有している一問へのイベントポイントが加算されますということなんです。はい。まあ、他に細かなルールあるんですけど、まあ、アザイ、サンサーマのアザイはね、今6位なんです。一番下なんですけども、これはね、不公平の極まりですね。はい。もうすでに、もうこの城、砦で、城塞ですね。城塞の獲得数っていうのがダーって出てまして、かなり差が出てます。かなり差が出てますね。この報酬そのものはまあ、どれだけ豪華かって言ったらまあそうでもないんですけども、イベントってやっぱり、用意ドンでやりたいよね。用意ドンでみんなにチャンスがある。みんなにチャンスがあるイベントにしてほしいんですよ。今回、すでに所有している、ポイントね。まあ、すでに所有している、ごめんなさい。城、城塞ね、砦。ね、もう毎分加算されていくんです。もうスタート時点で見てください。武田、毎分780ポイント。アザイ、110ポイントですよ。110ポイントですよ。これはきついよ。もうスタート時点で差をつける加算ポイント。これはね、不公平極まりない、うん。イベントってやっぱみんなで楽しみたい。だから、みんなにチャンスがあってほしい。イベントは。だから、例えば、
まあ、所有している、ね、城と砦の数はまあ違うけど、こっから取り返したとき、まあ、取ったときの、取ったら何ポイントとかね、もしくはもう領土だけでもいいと思う。領土だけで個人でも何でもやれば、その一人でね頑張れるじゃん。自分のね、他の大名、まあ、あの同じ大名だったらそれはなしにして、まあ、他の大名けどポイント加算とかで取っていけば、まあ、個人でもすごい頑張れるし、なんかスタートからも差がつくっていうイベントは、その差が広がる一方だし、なんか寂しいなっていうのはありました。6位の浅井からすると、いや、それでは最初から我らが強ければ問題ねえだろうって言われたらそこまでなんですけども、でも上からしたらやっぱりね、そこら辺はなんか不公平なく、みんなが、今までって個人のポイントだったですよね、イベントは個人でやってたんですけど、なんかもうすでにもうめちゃめちゃ差がついてしまってどうしようもねえっていうことになっちゃうので、初日からね、なんか所得の多い日本の宿題、所得の多い人だけ優遇して、下の人はもうさよならみたいな、ってことに関してちょっと盛り上がり欠けるなーっていうのは、このイベントに関しては思いました。もっとスタートをちゃんと揃えてもらって、やってもらった方が、そのもちろんね、この上位の人、課金してる人とかね、アクティブな人多いと思うんだけども、それはありがたいですよ。だって課金ありきでゲームが継続するわけじゃないですか、運営できるわけじゃないですか。僕なんか160円で、今160円で偉そうなこと言ってますから。ただ無課金とか未課金、要はそういう人口もいないとゲームを続かないのも事実でございますし、はい、なんかみんながなんかアクティブなんか課金できないけど、アクティブにできたらちょっとチャンスあるみたいなこともやっぱりやっていかないとちょっと厳しいかなと思いますよね、はい、こんな感じで城塞争奪戦、まあ短いイベントなんでね、あれです。でもまあこれはね、でも結局城とか砦で取った取られたみたいなところは結局シーズンの報酬にかかるところなんでね、よろしくお願いします。ということでガチャいきますかというところで、はい、来ました、あと1回サミネーション行こう、サクッとドン、重なってほしい。あー、光ってる、光ってる、これは9夜来るんだね。ここで光って金で来るか、9夜来るか、あ、ドンドン、朝倉義景800、ちょっと物足りないので了承引くか、了承、これ半額なんでもう一回引いてくる、ドン、はい、SR 以上、はい、おお、 SR めっちゃおる、 SR 熱い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 よ、胸熱だ、めっちゃ SR おる、あ、毛利出た、毛利。SSR ないかな、ないかな、ないかな、ないかな。はい、ありがとう。でも、すごい SR 出たからいいじゃん。重ねていこう。SR 重ねたらめちゃめちゃ強いんで。ということで、あと7回行うと SSR 確定というところで、また次回やっていきたいと思います。はい、ということで、お酒は私の手間さんでした。じゃあ、明日。